はいどうも、豊です、僕は今日、兵庫県の和田山に来てます。和田山にある竹田城、まあすでにもう登ってきたんですけど来た時がもう真っ暗やったんでオープニングが撮れへんかったんで、まあ今降りてきてからこうオープニングを撮ってます。まあこれから上がってきた過程を見ていってください。竹田城の雲海、もうすごい良かったです。めちゃくちゃ綺麗し、1日のこの早朝で900人ですよ、来場者数。やばくないですか。立雲峡や。まあちょっとぐらいな、早い方がいいやろ。とりあえずな。な。分からん。こんなに人が多いとは思わんかったな。俺もやって。な。やばいやろ。こんなやばいやろ。やばいやろ。この4時に。一回来て、いる前に渡ってくる。ちょっと寒なってたよな。寒い。今めっちゃ寒いで。なあ。3度ぐらいだから、まで見てたの。マジで。だいぶ冷え込んでたよ。めちゃくちゃ寒いよな。寒いよ。登ってった時な、汗かいとったのにな。だいぶ寒くなってた。寒いよ。じっとしておこう。今何時？47。5時。はい。今何時？6時。6時。ペットボトル忘れてた。ゴミなんかめちゃくちゃ。
良かったよな。めちゃくちゃ良かったなあ。いや、あのこれはまた来なあかんし、まあ、なあ、の人生において経験しとかなあかん、なあ、一つね、機会はな、やっぱ行っとかんとあかんな、ここは。実は結構近いんやけどな、ここ。そうそうそう、近、時間弱ぐらいで来れるからな。ちょっと近すぎてなんか逆に来にくかったというか。せやな、うん、来て肉眼で見なマジで分からへん、この良さは。そう、景色もええし季節的にも最高や。最高やな、俺初めて見たからな、雲海っていうの、うん、あ、だいぶ感動しましたわ、うん。